お疲れです。お疲れ。お疲れ。おい、おるぜ。男前やな、めっちゃ。男前やな。え、これ全員同じ中学校。全員同じ中学校。お疲れ。男前やん。私は車出すな。どうしよう。めっちゃ怒ってるよ。渡らしてくれや、道路。道路ぐらい渡らしてくれ。いや、バリ切れとったやん、今。万代おっちゃん。遅いんだ、サッカー部。早く来いよ。あれは言うよ。走れ走れ。あれ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  ATM あれ ATM 走れ ATM 見た目だけ見た目だけ挨拶しろお前。こんにちは。こんにちは。あ、いや、ごめん、ケンブランの言ってたんじゃん、昨日。うん、行けよ。えっと、いや電話で俺はやってたじゃん。いやもうもういいよいいよ。こんばんは。噂の友達。どうした？今日学校やった？あれ学校やった。いやんじゃ。行ってない。学校行ってない。学校行ってない。修業式行ってない。やんじゃ。修業式行ってるから待っとけです。これは申し訳ない。誰か誰か。会話こんな林こいや。めっちゃおれ。なそうそんなこと言わんと来てくれへんもんな。そうやな。俺詐欺やったもんな。それは申し訳ない。詐欺しとったらしい。詐欺師やもんお前って。行く行く詐欺。ちょ見せたってやこのイヤリング。穴開いてるやん。穴開いてないですよ。めっちゃ可愛いよ。イヤリング。これピアスじゃない？可愛い。可愛いな。いいやん。かっこいいマジ。あ、でもキャラめっちゃいいから全然。めっちゃおもろいやん。最近トーナメント何してんの？最近仕事頑張ってんねんな。仕事仕事してるんや。仕事してるらしい。知らんけど。え、早っ。え、やんちゃん何してんの？アドレス乗りましたね。アドレス通勤。アドレス通勤しよう。エイブ乗ってるだけ言ってたじゃん。おかしいじゃん。それはピー、それはピー、それはピー、それはピー。いやでも全然顔見た感じそんな。でもひねくれてるやつってほんまにもっとエグいから。全然大丈夫。全然大丈夫。可愛らしいです。可愛いな。ほんまにひねくれてるやつってほんま分かんねん顔で。なんかもうすごいね。目もこんなに釣り目で。大丈夫。釣り目ですよ。いやいやでもなんかその感じが全然。もともと中学が小学校まで。あ、中学校一緒やん。中学校はあの別なんですけど。あ、で引っ越して東京大使か。手袋もちゃんとして可愛いな。可愛いなお前。こんなはずじゃなかったかもしれん。でもそう思ったよう来いやとか言うたよな。普通に来てやぐらいで全然あれやから。来てやったら来へんもんな。行く行く時やったもんな。やんちゃ風を出さない。めちゃめちゃええやつやん。めちゃめちゃええやつやん。おい、いやちょっとこれはもうバズらせてやる。割おもろいやん。え、学校普段は普段遅刻してる時。ああ、いってるな、いってるな。知らなかったもんと道中であれやろ、これ。えっと、言って言って言って。何やっけ、何やっけ、嫌いでたやん。どう名人、どう名人ナンバーワン。文句なし。文句なし。何やと思ってましょ。いや、いや、なんかもうちょっと基本的にも、あ、こいつ多分あれやな、偉そうやなみたいな、わかんねえ。わかるもん。いや、もうな、あの団地で小屋のあの辺ぐらいからわかる。まず歩くのも来ないし、なんか動画にまず映ろうとせえねん、それ。ああ、そういうことね。じゃあまず、そんなやつ走ってこうへん。そう、走ってこうへん。走ってきてくれてるから、もう。全然ええ子やん。いや、でもさすがにこれは、だって俺敬語で喋ってるもん。名古屋市すごい偉そうですね。動画映ってなくて、お、何時に来るの明日、どこに雄大。大阪に同じ通ってや、ほんま。7県の女の子可愛い子紹介してるの。え、7県の女の子可愛かった？いや、なんでもっと喋るやん。ひよんなひよんな。キラとシャドウやばいけん。シャドウしや、シャドウ。見えへんもん。シャドウしや、見えへんもん。いや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 。俺ら2人やんちゃ向いてない2人やから。やんちゃ向いてない向いてないやつおるから。おらんし、俺も連絡取ってないから。見えへん、見えへん。何してんの？ちょっと調子乗ってんじゃん。歯茎、調子乗んなか。最高。いいね。最高。あ、でも、えらい。変に動画映らんところしてくれてるから、えらい。
ええですね。みんな親に怒られるもんな。いやいや、でもそんなことはええこと。変に映る、めっちゃ映るくせに後から消してたから嫌って。いっちゃうんざいね。自分で分かるやろ、自分で。めっちゃおるよ。マジ？めっちゃおる。消さへん。彼女おるみんな。彼女おらん。彼女別れた。別れた。めっちゃ可愛かった。可愛い。ふられた、ふられた、ふられた、うわもうほんまあれ、まじ勘弁してる感じ、全然無視、もう勘弁してる、彼女募集中やからな、キラド全員彼女募集中、募集中言ってこいよ、行け、ちょっと待って、ヤオの女の子にアピールしよう、あ、ヤオ、行こう、あれ何じゃ、リオンちゃんやろ、あれリオンちゃんな、リオンちゃんな、俺覚えてんねん、リオンちゃん、お前や、お前ってたね、お前ってたそういう感じ。あいつ結構やんちゃっすよ。みんなのなるなよ。カメラ見て謝り。ここもう謝るときキャップ取らなあかん。謝ってから歯茎に一言やろ。何で謝罪書いてるの？お前って言ったからよ。何言いたいしの。あお前動画で頭すぎてるやつ。もう一回ちょっと話戻すけど。よう、こんな話しこいやん。マジで。確かに。俺もう乗っからんでよかった。俺何回かイラついたもん。さすがにちょっと2個ぐらい。謝らんでいい。確かに。偉そう。大丈夫やけど、ほんま16、17超えていったりしたら、もう意味わからんことも出てくんで。だって、例えばさ、めっちゃ可愛い女の子やがおって、その女の子で言って、まあ、好き、こっちが可愛いと思うから DM します、送ります。で、相手の彼氏が例えばめっちゃややこしい。もうほんまそっち系の人とかやったりしたら、ほんまにやばい。だから、性欲抑えようぜ。確かに、抑えよう。ちなみに童貞は卒業え、今中2やろ中2、中2。いや、全然童貞でも普通。え、みんな童貞ないん俺はなあだ大丈夫か童貞です。ああええやん、普通やん、童貞です。え、俺中2の頃余裕で童貞して。俺はな、俺はな、じゃあ大人だったん。え、じゃあいつ卒業したん。いつやろ、俺中2やん。おー、男なったん。男なったん。いや、ちょっと初キスは、初キス、初キス、初キスぐらいやん。俺見たぞ。俺見たぞ。昼飯食ったら歯磨かなあ、手洗い場でちょっと。俺がおる、かわいい。と信じて頑張れ。全国のゼロ級になんか言っといて。全国のゼロ級一番強いんじゃない。アップアップアップ。ゼロ級かかってこい。言うだけ、言うだけ、ゼロ級かかって。もうみんな、みんな、女の子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 みんな、いや、あった瞬間でよかった。前の場で謝ってもらってないの。ちょっと、大晦日マジで喧嘩したの。マジで喧嘩した。マジ喧嘩じゃない。いたんもあんなタバコ落とし、1、2、3、これで終わり。えっ、嫌った嫌した。あご、あご、あご、うつくまねえからずっと泣いたもんね。だからほんまにこれから頑張ってよ。女の子に詰められてるんですよ、時差し。それめっちゃ聞きたい。それ聞きたい。女の子にな、時差しだもんな。女の子に。え、そう、なんだ、女の子に何を言った。女の子の。間違って、間違って。あいつ、やばないですか。うつさせてください。半端やん。なんで？してほしいとは言うてない。してほしいとは言ってない。おいしそう。この足の太さ。足マジ太いな。野球やってる感じやん。頑張り、頑張りや。
クズバリやんちゃって、ほんまに。やんちゃやんちゃ。ねえ、いっちゃん真面目。いっちゃん真面目。パンチングマシン何倍だっけ ?340 度。22からして。ねえぞ、ねえ。見せてや、ゆめと。ガンちゃん。ねえぞ、ねえ。ねえぞ、ねえ。ねえぞ、ねえ。中学生でかいな。キャド。キャド。愛の告白。もう好き、もう好き。もう好きやろ。ホスイスのバカバリ流行ってんな。え、みんなそれ金とかどうしてんの？親に買ってもらってるの？これ親買ってもらったんです。めっちゃええやん。え、キラタ君は？キラタ君は？仕事だ。給料。マジで現場してるんや。知らん。復讐でも敬語もちょいちょい敬語ちょいちょいやったちゃんとできる人いますかさ雄大君とんでもない第一学校いつからまず不在着信もう迷惑ああもう迷惑もう迷惑もう迷惑とんでもない人いつ来てくれとんでもない人一中で俺がまあ普通にやんちゃおるんかなって言ったらなめてんななめてたら行ってまうぞやんちゃポイント1渋いで君の顔の写真送ってきてるってどんな顔の顔が気になるから送ってきたらなんか、まあ、マウスピース送ってきたしあやんちゃすごい俺とんだまやし来いやハゲが調子の女舐めてたボロクソ来た時殺したのか早く来るえ、来ないこれ殺すつもりやった殺すつもりやったその時振ってる時は殺すつもりやったえ、殺人殺人殺人やばいなで DM 打ったな人格が買うもんであのな殺したりとかいうやつ相手する方が俺はおかしいちゃんとそれ送ってもらう俺もさすがにで殺すは言い過ぎたみたいな、うん、あ殺す言い過ぎた言い過ぎた反省してんの言い過ぎた反省したで言って俺が殺すは言い過ぎた奇跡やんかそれ送ってくるからグリーンの歌詞送って水星では奇跡グリーン過去送って俺がでも乗っかってもうた乗っかったミスったこれじゃあ早来いよ俺ら待ってるじゃん来ないから怒ったのに詐欺師やんそんな怒らんといてやんそうだ。顔怖いね。10秒に1回言うか。みたいなあるな。じゃあかましてんねんな。まあまあこんなもんやから。まあ、あんまりじゃあほんまに殺すは言わんといた方がいい。言わんほうがいい。絶対言わんほうがいい。バリおもろいやん。タメ口ぐらいで全然いいやん。うん、だって家でやんじゃん。やんじゃんじゃないけど。やんじゃん。いやでも俺らがやからでもほんまに相手見せたらマジでめんどくさい。あ、こいつでも聞いてないから。まあ、なんだ分かっていくねん。しばかれて分かっていくねんな、そんなんな。え、でも、動画しばかれても分からへん。何回しばかれてる。何回も同じことしてる。結構何回もあるんや。先輩とかエグいんちゃうエグいっすもん、こいつ。俺言われたもん、先輩に。やばい、俺もこいつ芝居といてよ。え、見た。やばいんじゃん。ちょっと貧乏ゆすりエグいね。俺バリ好き。え、顔上げんの？もういいや。うわ、もう怒られてる。お前敬語も使われんのか。うん。うわ、えぐいえぐい。もう話しかけてくんな、きっしょい。お前ほんま調子どんだよ。お前、俺年はようそんな口聞きや覚えとけよ。そうっすよ。え、その先輩と会ったん？え、でもめっちゃ似てる。てか、なんで俺何々くんに言われてるんやろう。不思議。え、縁切ろや。いけ。あ、行かれるの？行かれるの？取ったら。何で行かれるんですか？行かれる。これ著作権上がんねん。え、誰が？上がんねん。誰が著作権上がんねん。上がんねん。何が？上がんねん。何が？上がんねん。上がんねん。取ったら上がんねん。上がんねん。今俺ら普通に喋ってる。俺ら普通に喋ってるだけやろ。今の話し合うねん。ねえ、何やちゃうの？わかんねえんだよ。いや、家庭工芸館来た。うるさいよ。うるさいちゃう。何の通報？知らん。暇やのに。暇や。だから昼間でもわかんねえ。だから暇やくれ。あかんよ。どういうことなんでな？うるさいで、これ騒いでんのが。そういう。あかんのか。この声がうるさい。公園やからええやん。え？公園やん。みんなおとなしく家帰ってゲームせえやってまあ散らばろかほんなら俺ら帰ろうと思ってたろなんでほんならもっと静かにしゃべる静かにじゃない公園や別に何で騒いであかんの自分だけよかったらええんかみんな騒いでるやんみんな住んでるやね住んでみんな住んでるやねここなあ自分だけよかったらええんか夜とかやったらまだ分かるけど平日やでみんな仕事行って仕事行ってんおるからでも110番入ってるやろどれからみんな入ってる何軒か入ってんねんほんまに言ってるほんまや
何キッじゃないと俺ら来えへんやろ。あ、そりゃそうやな。うん、イケイケっすね。イケイケっすね。イケイケバッチバチやでしょ。え、でも一番喧嘩強そうでしょ。一番でかい。嬉しいでしょ。そんなんはええんや。プラスです。上にはいっぱいおる。そうやけど。え、ちっちゃい方なんすか。ちっちゃい方。いや、でも、どうやん、お前。でも、公園はみんな、みんなの前に騒ぐもんや。おかついっすわ。俺だって今だ。そう、どうでもいいからと。ちょっと、ちらめた。バリジブや。ちょっと喋ったらええ人なの。あれか。いや、もう終わってる。いや、解散はせんやろ。なんでよ。今日から始めるやろ。だから昼間でんじゃないか。ほんま知らんやん。ほんま知らんやん。お前今日からやん。今日からやな、学校。え、だから言うてるやん、何回言わせへんの。何をすればいいの。何をすればいいの。だから、踏んでる人もいっぱいおるから、そら自分らも遊べるかもしれんけど、踏んでる人もおるやろ。ごめんな、バイバイ。いや、マジ友達、マジ友達。じゃあ、ツーショット。40歳。いやいやいや、ないどうした、どうした。最悪ないっすって。これほんま24やねん。やばい、いじめられてる。それはおもろい、それはおもろい。ほんま20歳超えてるっすか。今ほんまに持ってきてないでしょ。中学生に怒らされると思う。最後あっちやねん。これはおもろい。車のとこ行きましょうや。これ万代で買い物してここ来たから。じゃまず一緒に行きましょう。名前だけだから。名前はちょっと今この子ら聞かれへん。雄大。上の名前詐称。上の名前、上の名前。ユーチューバー有名人。じゃ俺パク有名人。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 チャウセ。俺は来たいじゃん。ちょっと違う。ああ。一番な上の子誰や。俺とあれ。まあまあこの子24歳上やな。それ以外。中学生です。分かってよ、見たら分かるよ。一番上一番上俺。リーダー的な。一番上俺。ほんなら自分らの責任もして。年上に言う感じやろ。野球やらなかんちゃうか。あの子野球のこうちゃうか。知ってんの。名前よ。いや、ケンさんめっちゃ面白いです。ありがとうございます。あ、あっちゃった。でかい。でかい。めっちゃいい子さん。家で遊べよ、家で。この水全員方面じゃん。そうか。でもみんな学校は終わってるんで、それ一応放課後で遊んでる感覚なんで。せやな。それは分からんよ。何みんな取るか。俺は男やから。お前言うだよ。ゆう、席に戻らなあかん。ゆう、席に戻らなあかん。え、この回作ったん誰なん。明らかに。この回作ったんは明らかに。たまに夜と違っておったらあかんってわけではないけど。確かに確かに。それはせえ。おったらあかんってわけではないけど。うるさい。でも、はっきり言って住人、やっぱ住んでるんやから。自分さえ良ければええってわけじゃないから。さあ、行くわ。住人さん、朝。お疲れ。お疲れ。バイバイ。お疲れ。しょうもない。俺が今日俺に会うってお母さんが言ってみんないいって言ってくれた。俺いいよ。そうなの。見せたもん。動画見せたもん。大変違うの学校。お母さん言ったら行ってきいやみたいな感じだった。そうそう、行っていいよ。俺いつもママを見てんだよ。お兄ちゃんとお姉ちゃん。俺は写真撮ってるママだ。え、お母さんと見てる。お母さんはあれってお兄ちゃんとかちょっとやめてとかいいんちゃうみたいな。ああ。なあ、お母さんが言ってるから。テレビで見てたらなんかママが。なあ、これいいな。女騎士があるのかけてね。ああ、ボロクソやな、おい。ボロクソやな。俺がかけてたら、女騎士があるのかけてね。ボロクソや。ねえ、戻せ。暴れましょう。めっちゃ傷つくね。めっちゃ、あ、ちょ、これ誰にもらった？お年玉？これ、お年玉。別段に語れ。090で、最強。ゼロキュー。ゼロキュー。ゼロキュー。ゼロ今日全員かかってこい、ボコボコしてるわ。いいね。
バイバーイ。藤井寺最強。お疲れ。バイバーイ。ありがとう。お疲れさんです。